ずっとこの日を待っていたわ。そろそろ寝ない？寝るだなんて、やだ。私は別に何もそういうのを待ってたわけじゃ。何これ？なんで愛の城に布団を二組も敷くわけ？しー、レイコさん、電気消すよ。 そうよ。別々のお布団だからって何も起こらないって決まったわけじゃないもの。どうなってるの？ これ、まるで長年連れ添った老夫婦のようだわ。こんな生活、私には似合わない。似合ってたまるもんですか。とはいえ、どうしたものかしら。 ここなんだけど、今時の若い人はこんな部屋に住みたくないだろうけど。完璧。これぞ私の夢見た通りの部屋だわ。こんなに狭いの？やっと見つけたアルバイト。だけど店主はろくでなし、意地悪で、酒乱で、乱暴者。 バカ犬、先帰ってくよ。お前を飲みやがれ。身も心もボロボロに。だけど帰ればこの部屋で二人は一組の布団に入って愛を確かめ合うの。レイコさん、これからいろんな苦労があると思うけど二人で乗り越えようね。分かったわ、哲也君。 生活は布団一組じゃないとダメよね。どうでもいいけど、わしそんな乱暴者じゃないよ。ダメだ。え？これじゃ